1978年の受賞者、スティーブン・ホーキング・アルベルト・アインシュタイン賞は、かつてあった理論物理学者に贈られる賞である。受賞者にはメダルが贈られることから、誤って、アルベルト・アインシュタインメダルと呼ばれることもあったが、これは別の賞の名前である。アルベルト・アインシュタインの70歳の誕生日を記念して、 ルイス・アンド・ローザ・ストラウス記念基金を原始として1951年に創設された。受賞者には彫刻家ギルロイ・ロバーツによるアインシュタインの肖像が刻まれた金メダルのほか賞金1万5000ドルが贈呈された。受賞者はプリンストン高等研究所の委員会によって選定された。この賞は後に創設されたアインシュタインを記念した賞。 アルベルト・アインシュタインメダル、あるいは、息子の土木学者、ハンス・アルベルト・アインシュタインにちなんだ、ハンス・アルベルト・アインシュタイン賞と、よく混同される。この賞は、これらの賞よりも早く、アインシュタインが存命中で、プリンストン高等研究所の教授だった時期に、創設されたものである。ニューヨーク・タイムズはこの賞を、アメリカ合衆国の同種の賞の中で、最高の賞と評していた。 あるいは、ノーベル賞に匹敵する権威のある賞とも評された。ありがとうございます。